今これ行ってる道がですね、これが長安貝川林道長安貝川線っていう道のはずです。初めてのところなんで全然わかりませんが、そのつもりで行っています。これが今日のね、最後の道で長安内ダムのところに出る予定です。海岸にも道はありますね。だいぶ林道ですけど。ほんまやな。これだいぶでも空気冷たいぞ。冷たい。これこの間なんかあれやったね、わしがウインカーつけとっておじいさんがこっち通れって言うとるかやね。え、どっか行きよってわしがウインカーつけて行きよった。はいはいはい。でも割と今通ってる道ですね。うん、この辺あたりは道はごつい、うん、こんなあの悪い道あんでないな。整備されてますね、掃除もしとるし。うん、家もあります。おお、あ、ほんまやな。やっぱり寒いね。うん、うん、さっきちょっとシールド、ヘルメットのシールド上げとったらこっち冷たかった、うん、道自体は綺麗けど、いいね、なんかごっついワイルドでないこれ、うん、くね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 と上登んじゃろ。そう、なんかこんな道、これめちゃくちゃ迫力あるよ、うん、この道面白い。どんだけ上行っても横にちゃんと谷川がついてきよう、うん、谷川沿いにずっと作っとんよね。これなあ、すごいよこれ。これ、まだ上がりますか。お、ついに谷から離れるか。離れるとは言わんのか、これは。綺麗なところが。オフロードやってきました。すごいとこ来ました。うん、なんか向こうが。すごいです。どこにおるかははっきりわからんけど。あれは。すごいな、これ。眺めがいいですね。眺め。どこに来てるんだろうな、これ。この辺からあれちゃうわしが言いよった、ほんまに稜線山の天候とずっと。走っとんちゃうんやで思いよったところのことかもわからんな、これ。ねえ、右側ももうほぼ天井やね、これ一番上やね。そうやな。これやね。これ結構ね、楽しいじゃないですか、ね、楽しい。もうこんな大方250キロも走った後に走る道じゃないけど。こう、なんか。なんかすごい楽しい。うん、わー綺麗わー、左側も。うん、ほら。うわー、おーおー、素晴らしい景色やね。お、すごい。ねえ。これはどこら辺かっていうヒントがゼロですね。山ん中。ヒントなし。ここほんまもう上てっぺんですもんね。これてっぺん。うん、すんごい。
すごいところまで上がっとる、これどこですか、ここは。わかりません。明らかにこの間の白石と同じぐらいの高さまで来てますよね。うん、白石より高いかな。高いんじゃん。 いや、わからんけど、ね、なんせすごい。すごいですね、これ。ちょっとすごい道来てみましたね、これ。うん、恐るべし。これが何街道って、何林道したんですか。長安貝川林道。林道長安貝川線。まあ、長安のダムの下を橋を渡って右下なんですか。そう。あの、心の動揺が現れてますよ。おっす。うお、これほんまに。ごついもんこうなって。ごつい。高いところまで。今日なんかワイルドがなんかなんて言うたん、3連発ぐらい来とれへんか、これ。まあ、これ一発で来るにはちょっと心臓が耐えれんぐらい。うん、これちょっと止まりますよ。うん、ここで止まってちょっと反対側も見たい。ちょっとあんまり時間はないものの、ここまで来たらなんかここどうなっとんですか、こっち。それ見たいよな。うん、ギョエー。はっきり言うて山の一番上。そう、どてっぺんで、どこ知らん。どこ。まあ、あの地図を見たら、うん、帰れることにはなっている。帰れるようには見える。すんごいぞ、これ。すごいですよ、ほんまに。ありゃ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 、どこでしょうね、あれ。あ、ここなんかすごい、ちょっとあの見えるっていうか、この木の下。一日中こんなとこにおりませんか、僕たち。おります。あの向こうもえらい山高ない。お前ね、あそこにわしらおったんちゃうんだろうな。でも一番高いところ近くにおったな。どうもこんな感じみたいです。はあ、こんなとこ混乱して、なんかすごいよな、これ。下りですから。うん、あ、あら、もうなんかヘトヘトになってきた、この精神的に。この疲れたとかいうねらしい、こういう満腹っていうやつですね。そう、なんかごっつい山ばっかり見てよ。もう見るたびにはーとか思うて。もうごちそうさんやのにね。もう後から後へ向いて、そう美味しいもんいっぱい出されるような感じ。そうで、これが楽しいよ、一つ一つ。くたびれとやけんと楽しいけん。そう、みなしょうない、いかなしゃあない、そうなしょうない。そうほいで、なんかガソリンがあるんかとかやったら蛍光カツがあったり、これなんかちょっと怪しい、微妙に危なそうな。でもまあいけとんやけどね。なんかこう、こんなとこにもやけど、これ道ありますよ、これ。ああ。だろうね、ちょっとは。え、うわ、またこっついとこ出てきましたよ、これ。あら、何しようこれ。いやー、こんなところにこんな木材置き場。ああ、そうか、それしかないね。うん、すごい。兄さん、これはな、うん、今日の旅は2部構成か3部構成になるっちゃう。
15分で収まらんね。15分、俺の好きな15分あんまり長したら嫌い。前編後編になるわね。前編後編だろ、ほら、すごいよこれ。これは右じゃね。これ右だろうな、うん、これもふえー、あの言葉で説明せないかんのだろ、うん、良さを、凄さを。左にも降りれる道はあったけど、こっちですよね。え、今のはこっちだろう。こっち行ったらこれが向こうへ回っていくんじゃん、うん、こういうことにしましょう。うん、わからん。もうだいぶ降りてきたようにも見えますが、それでもまだまだだいぶ上のようです。すごい楽しいというか、この辺の柚子もなんかすごく香りや良さそう。育つ環境は厳しい感じやけん、うん、この間聞いたらやっぱりハノルでも育つのは育つけどって言ってましたね、うん、やっぱり脱水っていうか、うん、もう一つ味が弱い。ほらほうだろうな、うん、こんなんでなかったらみんな作るわな。だけん作ってもあんま商品価値が良くないけん、うん、自分が面白がって作るんならぐらいだったらええけど、農家の人が生涯を気にならんだよ。こんだけのほいで近くにいい産地があるのによ、こんな勝負にならんだよな。あの古木っていうか、あの古い木になっとるやつとはまたちゃうんやってね。ほんで、どっちがやん。あ、古木のはなかなか値打ちがあるんやって。味が違うっちゅうって言うてましたよ。あ、そう、なるほどね。いやいや、さっきの家が住んどって、なんか、なんていうかな、あ、町に近いような感じの家に見えたけど、間違いやね。あれ、間違い、間違い。だいぶ上やね、まだ。あれ、仙人の家、まだ。これはちょっと町来ただろう、感じは。あ、見えてきた。あ、長安が見えた。んと向こう側に、あー、ほんまだ、うん、長安ダムが見えました。ええ、はい、行きましたよ。で、あの橋やね。うん、これはなかなか、なかなかのあれやな。長安海川線、林道長安海川線を走ったようです。そしてここを左で橋と。うわー怖い、うわー怖い、うわー嫌じゃ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 、うわー嫌じゃ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 、あー嫌じゃ嫌じゃ、もう二度とけへん。なんじゅやかなしわもう。嫌じゃ嫌じゃ。あ、おかしい。たまらなんだ。おっついくらい。ああ、いや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 。おかしい。二度といかん。ああ、本当に。どうも、今日も見てくださって、今回も見てくださってありがとうございます。今回は、林道長安海川線ということで、まあ、私も初めて、ハンターカブさんも初めて行きましたが、まあ、まあ楽しかったですね。あの天骨から見た景色すごかったな。あ、よかったね。あ、橋がいいな。ほんまな。了解しました。さあ、それではまたね、見ていただければ嬉しいです。それからまだ登録がまだの人はぜひね、登録お願いします。それでは失礼します。バイバーイ。